いしょ。さあ今日は8月29日日曜日でございますね。現在朝7時57分出発。今日もお仕事でございます。さあ皆様、あ、おはようございます、そしてこんにちは、そしてこんばんは。昨日はですねインタビュー動画をアップロードしておりまして、まあ、今日もインタビュー動画後編をアップロードするんですけれども、やっぱりね今日の動画は今日撮りたいという気持ちもありますので、ちょっと急遽撮影しておりますけども、いやーめちゃくちゃいい天気。今日も一日皆様お休みという方はね、思いっきりいい休日過ごしていただきたいなと思います。本当に、うん、仕事という方はね頑張っていい仕事しましょう、いい仕事をしてやろうじゃないかと私自身も思いました。できるかどうかは別ですが、月曜日なのでね、まあお仕事始めという方多いと思いますけれども、また明日からね月曜日頑張りましょうね。僕ができることはちょっとねロト6買うぐらいですよ。明日月曜日はロト6頑張ってね当てますから。明日、この前ちょっとニアミスがありましてね、月曜日に買ったね、くじをまたその次の木曜日に買ってたら5000円当たってたんですけどね、そういうね、まあ、惜しいニアミスと言いますかね、そういうのもありますので、まあなのでねちょっと明日月曜日はまた大物を釣りたいと思います。ということでまた明日お会いしましょう。平山茂でした。今日も頑張って一日頑張ろう。おやすみなさい。